障害者の就労をすることを目的として作った会社なんですね。で、もともとはその障害者の人たちも働ける能力がある人たちでも働く場所がないというところがいろんな話を聞きましたので、彼らにとって働きやすいやりがい生きがいの職場を作ろうということと、あとやはり給料、経済的に自立をしてもらいたいということで、その目的で作ったんですね。僕もともと水産業の卸業をやっていたんですね。それで今回の震災を受けて、仲間から石巻の狐崎という浜が、そこは牡蠣を養殖をしているところで、有名なところなんですけれども、そこの漁師さんたちがなかなか自力で復旧復興ができないということでですね、震災後半年後ぐらいにですね、浜に行ってですね、その漁師さんたちといろいろ話をする中で、お金もない、販売先もない、無理だって言ってたんですけれども、やっぱり自分たちでやることができますよということで、じゃあ私もその一緒になってね、浜の復興をしましょうということで、一緒に会社を作りました。株式会社の宮城県石巻水産狐崎水産6時間販売という会社を作ってですね、それで農家さんと生産業者さんと一緒にそこの牡蠣を直接販売をするという目的でですね、こちらは消費地である仙台の市内にですね、このような牡蠣小屋を作ったというのが流れでございますね。ですので僕としてはこういう考え方、やはりこういった手間暇をかけた被災地支援的レストランでも、それを支えているのは被災者であり、障害者であり、高齢者であり、そういった方々が支えているんだという、この、アップルファームモデルをですね、実証し続けて、それを広めていきたいと。生産、加工、販売ということで、水産6時化ということをですね、漁業者さんと一緒にやっているモデル店舗としての、牡蠣小屋という位置づけになっております。町の中でですね、浜焼きがですね、ダイナミックに鉄板の上で食べられるというところが一番の売りでございますね。仙台の町中でそういったものが食べられるというふうなことを、今回こう実現できてですね、いるというところ。